蚊取り線香、この懐かしい昭和の匂いを唐突に嗅ぎたくなって買ってきちゃいました。昔はよく両親が炊いてました。注意事項はテロップで。ではこの懐かしき蚊取り線香を開封してみたいと思います。合わせてやけどに注意しながらサンニャンの反応も撮影したいと思います。では開けます。ここからですね。お、とっても懐かしいです。プーちゃんが反応してるよ。あ、プーちゃんがちょっと早速反応してますね。これを蚊取り線香のお皿にして、まずこれはこう立てますね。こうですね。でこれ確か2個なんですよね。こう2個こう、はい、うん、こううまく外さないと割れちゃうパターンですね。ちょっと今離してみます。プーちゃんがちょっと動いてます。あ、プーちゃん違う、プーちゃんちょっとキラキラ光ってるから、ちょっと難しいですね。これちょっと折れちゃいそう。無事2個に分かれました。では早速昭和の匂いを今からつけてみたいと思います。ん、こうか、なんだ、あ、え、 こうでいいのかな。はいはい、皿はちょっとこれちょっとなかなか雰囲気がない。来ましたかね。ちょっと匂いが伝わらないのが残念ですけど、小さい時を思い出します。なんだか今日とってもこの妙に蚊取り線香の匂いを嗅ぎたくなってしまって、今ナイキ君はその匂いを反応してます。嗅いでます、私の隣で。ちょっとナイキ君今ちょっと出しますね、これちょっと嗅いでます、嗅いでます。でプーちゃんがここにいます。なんか夏って感じ、昭和の夏って感じがします。2位が全然寄ってこないので、ちょっと無理やり連れてきました。みーちゃん蚊取り線香だよ、どう？ドレミーコ、あ、みーこちょっと怖がってるかな、蚊取り線香。みーこ、いやいや、なにこれ、私やだ、私やだ、私やだ、こんなの怖い。ミーコはちょっと蚊取り線香が怖い、怖い、怖い。ミーコ、ミーコ、蚊取り線香怖い。ミーコはちょっと蚊取り線香怖いな。ナイキ、やけど注意ね、やけど吸いすぎ注意。ナイキ君は怖くないみたい。ナイキ君は怖くない。ナイキ君は堪能してますか、昭和の匂いを。多分サンニャンは生まれて初めて蚊取り線香を見ます。
怖いが。でも怖い。やけど注意ね。怖がってます。もう。ナイキ君は平常運転です。